テレ朝動画。皆さんこんばんは、梅田彩香です。今日も始まりました、よろしくお願いいたします。はい、今週も始まりましたね。はい、先週も楽しかった。前回は今までで一番エピソードをお話ししていただけたんじゃないかなってめちゃくちゃ思いました。だし、なんかあのもう 見てる方は絶対わかると思うんですけど、1日2本撮ってるじゃないですか、生放送と。で今日2本目撮ってますけど、2本目始まるまでの間もまたお話ししてもらいましたよ。めっちゃ楽しかった。休憩中なんだけどめっちゃ話していただけて幸せでした。私は休憩中に話すにしてはすごい、え、結構ディープな、おおみたいな感じの話がいっぱいあったし、休憩すればいいのに。そう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 。本当に楽しかったです、ありがとうございます。まあ、じゃあ今回もいろいろお聞きしたいことをてんこ盛りだと思うので、めちゃくちゃてんこ盛り、どん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 聞いていきたいと思います、できる限り。はい、はい、それでは始めましょう。恋する会、この番組は、信じる信じないではなく、ゾッとする、背筋が凍る、でもなんだかもっと好きになる、知りたくなる、そんなちょうどよく刺激的でちょうどよく楽しめるあやかしエンターテインメント番組となっております。この世の中に存在するあやかし案件なら何でも取り扱っていこうと思います。買い語りはロガールにて誕生した買いを扱う新ブランドです。ツイッターも皆さんここにありますので、皆さんぜひぜひフォローしてください、よろしくお願いします。そして兄弟番組ではですね、あなたのまだまだ知らない世界、オカルト研究家吉田裕貴さんがナビゲーターを務め、本当にあった怪談、実話怪談を語り尽くす番組です。毎週水曜日の20時から配信中です。ぜひ皆さん会員登録の目合わせてお楽しみください、よろしくお願いします。そしてもうこれが大事です。さらに先日行われたロガールスーパーオンラインライブ買い語りスペシャル、3種の恐ろげな夜、合ってますよね、恐れげ、まあ、もうなんで33歳なんですけど、特典映像のアフタートークもついたアーカイブ配信が4月4日までの限定公開です。今日何日だ、今日何日ですか、今日は3月29だ、まだいける、あと6日間か、4月4日までなので、皆さんぜひぜひチケットお買い求めメモだな、なな、はい、会員登録は990円で、チケットは880円でございます。皆さん会員登録して合ってますよね、はい、合ってますよね。で普通の会員登録しなかったら皆さん2200円なので、これを機会にぜひ会員登録していただければ嬉しいなと思います。ぜひぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。梅ちゃんの見どころは、いやもうね、本編はもう当たり前のように楽しかったんですよ。やっぱり事故物件、実話怪談、そして都市伝説、もうこの面白い3つが全部聞けて、いろんな話をたくさん聞けたんですけど、アフタートークって結構普通のアフタートークって、まあ、普通って言っちゃうだけど、なんか今日どうでしたみたいな感想合戦になって、まあ、次もやりたいですねみたいな綺麗な感じで、あの、まあ、5分ぐらいでみんな終わるって思うじゃないですか。結構早いじゃないですか、楽しかったですね、またやりたいですね、5分ぐらいで終わると思ったら、いや結構20分ぐらい撮りましたよね。それにアフタートークの一番最後の最後でやばいこと起こったりとかで、なんかあとあのちょっとだけ出すと、呪物でちょっとあの本番中、生放送中の本編の方ではあのご紹介できなかったやつも1個ご紹介とかもしてて、それもそれ大丈夫みたいな感じのやつとかもあったりとかするので、ぜひぜひね、そっち側も本編に負けずとめちゃくちゃ面白いので、ぜひ見ていただければと思いますね。事故物件のクリスマスツリー、いや本当あのね、事故物件のね時のね、大島てるさんがふざけすぎたんですよ、みんなクリスマスツリーっていうあの題名を聞いたら皆さん怖いって思うじゃないですか。ぜひ見てほしい。これはね、みんな一回スタジオがピンってなったんですよ。あのね、違うんですよ、怖いっていうピンじゃないんですよ、なんかみんなってなんか不思議な空間になりましたよね、あの瞬間。それをぜひ皆さんに堪能していただきたいので、皆さんぜひぜひチケットをお買い求めの上見ていただければと思います、よろしくお願いいたします。はい、そして、ゲストは前回に引き続き怪談作家の川名真理子さんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。もう先週に引き続き、めちゃくちゃ楽しみです。私よろしくお願いします。いっぱいお話ししてくださって本当にありがとうございます。そうですね、話しすぎたかな。いや、めっちゃ嬉しいです。私はそうですか、うん、調子に乗りますよ。全然の乗りに乗ってほしいです私は。うん、もうで本当にオープニングでも言ったんですけど、今まで結構来てくださった方が 2,3 話だったんですよ、結構1本の中で、45分の中で、うんうん、でも多分もう10なんか短いのも含め 10作ぐらいですか、前回10ぐらいありましたよね。
一応2本ぐらい用意してきたんですけど、はい、用意してきたのほとんど喋んなかった違ったんだでもそれが生放送の良さですもんね。だってね、まあ、そうですね。なのでなんていうんですか、まあ、私あの本もこう怪談実話というか実話怪談の本もたくさん出してるんですね。割と冊数多いんですよ、はいはい、で本当何十冊みたいな感じなんですけど、うん、すただまあ本当まだ書いてない話もいっぱいあるんで。じゃあ本当氷山の一角だ、書いてもらってるのは。言いたいんですよねめちゃくちゃ喋りたいってことですね。誰かに聞いてもらいたいじゃん、せっかくこう知ったら。確かに歌の練習したら聞いてほしいし。そう、それみたいな感じ。写真集出したらみんなに脱いだ私見てほしいし。いや、それ違うかも。違いますよだけど違います。私だけか。違います。脱ぎたがりなんで私。そんな感じですよね。自分がこう楽しいと思ったものをみんなに聞いてほしい、共有してほしいって感じですよね。そう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 、やっぱりだから、ただまあね、ぶっちゃけこうあまりにも端的すぎて、はい、ストーリーがなさすぎて書きづらい話とかもあるんですよね。でもね、そういうのも私割と好きで、はい、でもリアルで起こったことだったりしますもんね。そうなんです、そうなんです、ね、本当にあった話だったりするんですけど、でやっぱだからそれを書こうと思うと、まあ、詳しくその背景とかを聞いてこうね、あと調べたりして書くってことになるんですね、うんうん、へえ。最近の実話怪談の傾向とかあるんですか、川野さんの。ありますね。何ですか。これはね、昔から、例えばね、昔のテレビの、はい、昭和の頃のあなたの知らない世界であるとかね、 ああいうのを見てた人だと、まあ、分かると思うんですけど、はい、昔怪談の現場って、まあ、墓地とか あともっと昔の落語みたいなのを含めると井戸とか、なんか決まった、そう、決まった場所が。ところがね、今ね、今でももちろん肝試しでね、まあ、墓地行ったり、トンネル行ったり、橋渡ったりって人はいっぱいいるわけですけど、こう例えば月に20件以上こう寄せられてきてインタビューするじゃないですか。で1人の人が4話とか3話とかたくさん話してくれることが多いんですけどね、そういう場所の話は非常に少ないですね。今は少ないんだ。一番多いのはね、意外、家、あとはね、職場、それから通勤してるとこ、あといつも歩いてる道。なんでですか。日常です、要するに。それっていつもは感じなかったけど、急にあるふとした時に出てきちゃうんですかね。いつも感じてなくても、なんか連れてきちゃったとか、 あと何かが、例えば愛してた人が亡くなった、可愛がってた猫が亡くなった、でそういう時にどこで起きるかっていうと、その自分のこう愛情を持ってた対象が一緒いたところ、その一緒に過ごしてた場所で出ることが多いですね。だから、まあ、お子さん亡くした人が家でお子さんを見てしまう、 あと、まあ、可愛がってた猫が亡く死んでしまった、ところが死んだはずの猫の鈴の音が聞こえる、うん、これものすごく多いんです。面白い。なんか私、はい、私の人生の中でテレビがめちゃくちゃ壊れるんですよ。それは安物買ってるとかそうじゃないでもなんかある時めっちゃ変だったのが、テレビと冷蔵庫と何かが一気にその日に全部壊れたんですよ。それはすごい。そうなんですかね。なんか床に下になんか埋まってると。いやいや、やめてください。2階なんです。でも私の家2階なんで大丈夫じゃないのかな。改造されたりしてませんか、どっかで。されてる。されてるかも。なんか改造っていうか、ちょっと今出ちゃうか。私の家ちょっと古いんですよ、築年数が。でも私が引っ越すときに、全部なんですか、リノベーションをしてくださったんです。うちも割とそんな感じ。それで引っ越した直後に、ある日、引っ越して1週間ぐらいかな、急にテレビから焦げた匂いして、これじゃないですか。でその日のその後に冷蔵庫も冷たくなくなって、あともう一個何だったかな、シートですね、そう、全部が壊れてバンってなって、あれみたいな。でも年式古くてリノベーションとかってテルさんもよくある、言ってた。でもなんか名前は言えないんですけど、ある、その演歌の歌手の方がずっとそこで、衣装の部屋で使ってた部屋らしいんですよ。そう、使ってる部屋って私は前の方から聞いて、オーナーの方ですかで聞いて、それで使ってたんですよ。だから住んでたっていうかは衣装部屋でしたみたいな、で聞いてて、結構長いこと借りててみたいな、って言ってたところ。なんだろう。そうなんです。
でも部屋でって、そういえば電気製品で思い出したんですけど、つい最近なんですけどね、はいはい、綾瀬凜さんっていう映画監督さんいて、まあ、駆け出しみたいな感じなんですけど、ホラー短編集みたいなこう映画撮ってるんですよ。ホラー短編のオムニバスっていうんですかね。で、私の原作のもね撮ってくださったの。これね、水の女ってタイトルなんですけど、この間それで上映会があって見に行ったんですけどね。でディレクターさんも来てらしたり、まあ、彼女が監督ではあるんですけど、まあ、撮影監督みたいな方がねいるんですね。でそしたらね、面白いんですけどね、このね、私その水の女ってこれも実話なんですよ。で取材して書いてる最中に、うちの洗濯機が故障して水が溢れちゃって、で排水管が外れたみたいな変なことになって、下の階まで水がいっちゃって大変なことになったってことがあった。そしたらね、この映画撮ってる時にもそのディレクターさん家が水浸しになって、同じように洗濯機が同じように排水パイプのとこ壊れて水が出てる。すごい、ね、水の女のたたりみたいな。絶対つながってるやん。お話自体は実話なんですけど、ま、怖いといえば怖い。でもね、そこまでなんかね、すごく変な話していいですか？全然いいですよ。これ映画の方はね、かなりアレンジされてます。で本当の話の方っていうのはね、本当は舞台がねソウルなんですよ。そうそう、だからまあアレンジするしかなかったっていうのがあるんですけどね。お父さんが韓国人で、お母さん日本人っていう子がいて、でお父さんとお母さん、まあなかなか不仲だったのと、お父さんがね韓国に仕事がある人だったのね。だからなんか日本妻って言ったら言い方悪いんですけど、日本に帰ってきた時は家に来るけど、まあ別々に暮らしてるわけですよ。でどうやらね、韓国の方に愛人ができちゃったみたいな。でお母さんがそのお父さんと、まあ直談判に行くんですね。子供連れて、連れていかなきゃいいのに、そのまだ中学生の女の子をわざわざソウルに連れてって、向こうの学校に入れて、まあ、向こうにもう家を借りちゃって、もう居座ると、もう完全にもう戦うぞという感じでお母さんが行っちゃったんですね。でその彼女はね、お父さんに会ったことが実はなかったんです。で近所の写真館に古いお父さんの写真が飾ってあって、憧れてた、かっこいいお父さんと思って。ところが実際に会ったお父さんはものすごくね、こうなんて言うんですか、パワハラというか、家の中で、まあ、DV まで行くか行かないかギリみたいな感じで、非常にえばってる人だったんですね。でまあお父さんにちょっと幻滅したり、せっかく憧れてたのねと思ったり、お父さんの愛人っていうのが現れたら、これがめっちゃ美人で、お母さんと比べるとね、明らかに向こうが美人。しかもお母さんはね、別に美人じゃないっていうだけじゃなくて、性格もなかなかなんですよ。強い、ちょっと意地悪。そうです、そうです。でなかなかで、お母さんへの反発と、向こうの女性の方が素敵でね、綺麗だなっていう気持ちがある。でそうしたところに、その向こうの愛人さんが彼女に接近してきて、遊園地行きましょうと、一緒に遊びに行きましょうっていうようなことを言って、彼女を外に誘い出すんです。ところがその時にちょっと一服盛られて、気がついたら川、湖のそば、池か湖のそばに車があって、で一緒に車でね、湖にダイブしちゃう。心中みたいな感じですね。当てつけ心中かな。でところが、まあその中学生の彼女は助かるんです。で一人で這い上がって、で必死に家に帰ってくる。で愛人はどうなったかわからない、多分亡くなったその時で、お父さんとお母さんは決定的に別れることになるんですが、その前にその彼女のもとに、こう愛人らしき女の幽霊のようなものが訪ねてくるんですよ、毎日。でそれがそのなんか水のついた足跡みたいのが家の中に出てきたり、ドアの外に影だけで立ってみたりっていうことを何遍も経験したという、そんなようなお話だった。なんでその娘さんを連れてったんですかね。なんとも言えないですね。それはだから彼女も中学生だったのと、まあ、お母さんとももうその後うんと不仲になっちゃって、お話が聞けなかったりするし、でお父さんはどうやら亡くなっちゃったりしたので、一体どういう話が裏で進んだのか、大人同士の話を彼女は分かんないんですよね。でも愛人がそれだけこう当てつけめいたことをしたがるということはね、何かあったんでしょうね、きっと。その愛人さんにお金を渡して別れるとか、お父さんめんどくさくて、お前ら二人とも別れるとか、娘だけもらうとか、そんなようなこと言うっていうね、何かあったんでしょうね。それでまあそういうことになったっていうね。
ね、あっていうのあっていうことあるかもしれないですね。ね、ありえますよね。だから結局階段ってこうしてみると今の話で一番怖いのはどこが怖いか分かんない。怪奇現象にスポット当てるならもしかして私やディレクターの家であの洗濯機が壊れたのが怖いのかもしれないんですけど、あの本当は怖いのはその人間のこの心の機微というか、その、ね、怖いですよね。嫉妬だったり憧れだったりその憎悪だったりその辺が一番もしかして怖いとこかなって思って、うん、それを行動に起こすとこ怖いですね。なんかうわーってゾーンになっちゃって、うん、そうですよね。それを起こしちゃうっていうのとか、そうですよね、怖いですね。でもなんかあの本当ね、なんか今たまたまね八王子階段の続編書いてて、うん、あの古い八王子のねこう民話みたいなのをね、うん、集めてるグループってあるんですよ。であの高尾トントン昔よく語り部の会っていうのがあって、その方々にもまあお会いしたり、まあ、その人たちが集めた本とかその資料なんていうのもいろいろ見てるんですけど、昔話もね元は実話だったような話いっぱいあるのね。あるの。例えばですか。例えばっていうかね、いくつもあるんですけどね、もう心霊スポットになってるとことかもあって、まあ、有名なとこだと言ってもいいかなと思うんですけど、八王子のこう下げ坂ってとこがあるんです、うん、で八王子っていうところはね、まあ、お城が実は古い山城跡がね14箇所もある。であの戦国時代とかねなんかには、まあ、あっちでこう切って張ってやってたわけですね。で一番大きい、まあ、事件としては北条氏輝、まあ、小田原北条家、うん、ご北条家と思いますけど、それの北条氏輝さんが建てた八王子城というお城があった、うん、これがあの豊臣勢にね豊臣秀吉ね、まあ、睨まれたわけです。そうすると豊臣さんのこの配下の人たち前田家の人たちとかねなんかっていうのがあの攻めてきたわけですよ、うん、でこう攻め入ってきて結局一夜にして八王子城っていうのはあの落城しちゃう、うん、でその時にね3000人以上がそこで死んだ。ほんのもう24時間も経たないぐらいで3000人以上がそこで亡くなったんです、うん、でその亡くなった話の中のこの細かいエピソードがいろいろあって、中に例えば下げ坂ってとこがあるんですけど、そこはその、落城した後にこう北条方についたあのこう武士のね、うん、あの武者たちのこの首を取って、その首を豊臣勢の人たちが下げてそこを歩いた。だから首下げ坂だから下げ坂って言うんですね。でその下げ坂は心霊スポットなんですよ。確かにそんだけのことやったら何か起こりそうです、ね、そうでもそれ実話だから。あと例えばこのお城から逃げ出したこう尼さんがいたんです。でその尼さんたちがあの5人いたんですけど、ビクニですよね、5人ビクニ。ところがこの5人のビクニがあの、まあ、前田方のこの豊臣勢についてた前田家の方の家臣たちに見つかっちゃう、うん、それで、まあ、攻め折檻ですよ、ね、女の人だから余計ひどい目にあったんでしょう、うん、最後は結局殺されちゃうわけです、うん、最悪、はい、するとねそこでねたたりが起こる、いろいろ、うん、で沈めるために作るんだけど、たたりが腹とそこは呼ばれて恐れられるようになったんです、うん、で元はそういう殺人事件みたいなのが実話であって、うんで、たたりが原っていう伝説ができるっていう、こういうのがね、このパターンがすごく多い。なんかそれって何年前の話になるんですかね。1500年代ですから、すごい前。考えたらそのやつが今もなんか出てくるってすごくないですか。まあ寿命だって話もありますよね。よく幽霊の寿命って話があって、うん、500年ぐらいじゃないかっていうね、根拠全然ないんですけどね。確かに1500年もそこでそうなってるってすごいですね。いや1500年経ってないです、まだそこまで経ってないですね。だから、うん、500年強すぎるんですかね、そういう今でも長いこと残ってるって、まあ、でもね、うん、そうですね。だからでだけどまあどうなんでしょうね、その語り継がれていくんでしょうね、その悲劇みたいなのが、うん、で語り継がれるうちにあの妖怪になっちゃった話もあるんですよ。何ですかそれ。あの、ね、面白いんですよ。あの、ね、高槻城、高槻って場所があるんですけど、あの八王子にね、高槻城ってこれもお城があったんですよ。で高槻城ってとこにはね、まだもっと古い時代、八王子城よりもっと古い時代で、大石さんっていうねお侍というか、あの殿様住んでた、うん、でこれがあの北条氏輝さんに、まあ、あのと、まあ、いろいろあったり、あと、まあ、武田信玄とかと揉めたりっていう、うん、そういう時代があって、戦国時代の割と前期の方ですよね、うん、でそこのね大石さん家のね、まあ、お姫様がいたわけですね。である時ちょっとした、まあ、プチ合戦があったわけですよ。合戦っていうのも、まあ、小競り合いみたいなのがあるわけですね。でそうするとその小競り合いの時にお姫様が逃げ出した、うん、でお姫様ですからね、当時室町時代ぐらいですかね、だからまあきらびやかな着物を着てたかもしれないですね。なんかこう金糸とか織り込んだようなね、まあ振り袖じゃないんですけど当時だから、でこう髪の毛下ろしてたかも。でそのいかにもお姫様、お姫様したお姫様が裸馬に飛び乗って逃げようとした、うん、
するとそこに敵軍の兵がいやーって刀で切りかかったわけですよ。そしたら馬の首がポンと飛んじゃった、うん、でお姫様は絶体絶命じゃないですか。とお姫様のその裸馬と見たお姫様のその裸馬ですね、鞍乗ってない馬がお姫様乗せたまま空に駆け上がってた、うん、そのまま消えちゃった、でそれからというものを夜な夜な首のない馬にお姫様がまたがった妖怪が現れるようになった。でこれが夜行様っていう、夜行さんっていう妖怪なんですって。でこれが現代でもあって夜道の高槻のあたりその辺ね歩いてる、まあ、ラブホとか前あったんですけどね、うん、今なくなっちゃったんですけど、その辺歩いてると後ろからパカッ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 って馬のひずめの足音がする。まあ、現代人馬って分かんないじゃないですか、うん、確かに。で変な音するなって振り返ると何にも見えないんですよ。何にもいないじゃんと思って歩いて、そうすると、ね、向こうのね T 字路みたいなところの突き当たりを、これが変化しちゃってるんですけど、上半身が振袖みたいな着物の女で下半身が馬の化け物が駆け抜けていく。やばもう合体しちゃってるじゃん。そう合体してかそう妖怪になっちゃう。妖怪になっちゃう。やばそういうそういう。確かそう考えたら妖怪とかももしかしたら本当に何かの語源みたいな怪談話があるんですかね。元になってる話がで、ね、全部かどうかわかんないけど、うんうん、ある。だからその八行さんとか明らかに多分し何らかの史実に基づいてんでしょうね。はそういうの結構あります。面白い、うん、妖怪まで結構ある。あとね、手広いね。史実に基づいてないかもしれないけどっていうんで、なんか八王子だと山多いじゃないですか、はい、山いっぱい、はい、でそしたらね今回お話を寄せてくださった方がね山男が多いんです。もう登山が趣味な人、うん、もう気が知れないってぐらい歩く人です。もう山系オンラインの常連みたいな人、はい、ね、なんか7時間歩いて平気ですみたいな人がねなんかこう寄せてくれるわけですよね、はい、で彼ら山に慣れて、そうすると山の階段、やっぱ山階って昔本でねありましたけど山の階段結構多くて、うん、だからその中にねあのその山階にそっくりな山階っていうかその山の階段そっくりな昔話があって、うん、なんか後付けぼっこって言うんですけどね、ちょっと可愛いぼっこって子供ですか、後付けぼっこっていうのがあって、その話どういう話かというと、これ昔話なんですけど、 あるこうチンゲンさんって小僧さんが山の向こう あのお家にお使いに頼まれて、お師匠さんに行っておいでって言われて出されるところがね夜になっちゃうんです帰りが、うん、であの辺の八王子の山で峠越えたらまだ峠もこんなになってんだよね、うん、でもう疲れちゃうし大変で山歩いてたら、そしたらね後ろからねなんかね誰かつけてくる、うん、振り返るといない、だるまさん転んだみたいな、歩くとこうついてくる、うん、うわーと思ってちょっと怖いじゃないですか。でもねチンゲンさんこういうの出るよって噂聞いてた、これなんとかしてやろうと思って、彼はちょっとねトンチが効くタイプでした。でこう立ち止まっといて、お先にどうぞって言ったの、うん、そしたらお化けがっていう感じなんだけど、まあ、姿見えないわけですね、ちょっと迷ってから追い越していったんですよ確かにそうやって言われると思う。で追い越してて前歩いていくから、それをチンゲンさんが後ろからわーって脅したりして、お化けを脅かしながら、どうしたんだろう、お化け驚いたのかな、そう驚いていなくなった可愛いめっちゃ。だ後ろつけられると怖いけど、お化けだって後ろつけられたりするの後ろから脅されるの嫌なんだよね。確かに可愛い、なんかそう考えたらすごい愛らしくなってきた。なんかそう、でもその話を聞いといて、でその山男の人の階段で似たのがあって、お先にどうぞみたいなのがあって、うんうん、これはちょっと気持ち悪かったんですけど、高尾山なんですねやっぱね。で高尾山のあの辺りのちょっと普通の人は歩かないような、まあ、我々ね一般の人はね1号路とかね簡単なとこ登ったりケーブルカー乗っちゃったりするんですけど、もっとなんか険しい山道をねわざわざ登ったり遠く陣馬山の方まで歩いたりするわけです。でそういう山男の人の話ね、険しい山道で、ところがねその人ちょっと時間の配分間違っちゃって、暗くなっちゃったんですよ。冬って日暮れるの早いじゃないですか。で5時ぐらいになったらもう真っ暗だったりするでしょ。でそれでこう高尾山の山頂まではまあ良かったんですけど、気がついたらちょっと遅すぎて、で下り始めたらもう暗くなってきちゃった。あやばいなこれと思いながらで、まあ、降りていく、まあ、幸いにして月は明るいんですけど、でそうするとだんだんねなんかね子供の声が聞こえてキャーって笑ってる声が聞こえて、でお母さんとかお父さんとかだからね、なんかママでもパパでもいいんですけど、なんか聞こえて、あれこんな暗くなってから子連れかよと思い、歩いてたら前方にだんだん見えてくんですね。そので3人いるんですよ。で子供が小さい子、まだ5、6歳ぐらい、あとはね両親です。みんな普通の格好してる、その辺のスーパーマーケット行くような格好してるんです。普通の格好です。で普通の格好してんなと思って、季節はちなみに1月とかです。それで
いるんですね。 で、まあ、でも普通のいい人たち風、子供楽しそうにしてる。で彼らの方が当然歩くの遅いじゃないですか。そしたらそのご主人みたいな人がお先にどうぞって言ってくれたんで、ありがとうございますって言って、まあ、行くわけです。で歩きながら、なんかおかしかったよな、今の3人何かがおかしかったよな、うーんと思いながら、まあ、歩いていく。で後ろのこうキャハハ楽しそうな声もだんだん遠ざかる。でしばらくしたら今度ね、下からね、こうね、男の人がね走ってくる、まあ、トレランですわ、今流行りの、流行ってるか知らないけど、まあ、トレイルランニング いますよね。あの気が知れない人たちがいます、山道なのに走ってる人たち。そう、もうね、どんな体力だっていうね、それのその天狗みたいな人がですね、走ってくるんです。真っ青なジャージっていうかね、真っ青なそのスポーツラン上下着てて、まあいかにも見るからにトレランって人が、で青年まだ若いんです、30そこそこか20代か、でいかにも引き締まったアスリートっぽい体型で、もう天狗のように走ってくるわけですね。でこう来たからこう避けてあげるじゃないですか。そうすると、ありがとうございます、爽やかに言ってこう行く。で、と思って、このくらいのにトレランかと思ったら、後ろでまたその男の子がありがとうございますって聞こえたんで、えっと思って、すぐ行ったと思ったらすぐ行ったんで、えっと思って振り返ったら、トレランの子だけどんどん遠ざかっていくんです。でもありがとうございますって言われたはずの彼とすれ違った人っていうのは見えないんです。で、あれなんか変だなと思いながら降りて、で次第におかしなことにじわじわ気がついてくるんですけど、まあなんか鉄塔みたいなとこあって、そこを通り過ぎたら一気に目が覚めるみたいに全部気がついたって話なんですけど、結局よく考えたら、その親子連れ3人ってリュックも持ってないし、懐中電灯も持ってないし、手袋すらしてないし、コンビニかスーパーにでも行くような格好してる。子供なんて上着も着てなかった。1月の高尾山の山の中ですよ。ありえないです。トレッキングシューズじゃなきゃダメだし、リュックないと。で、トレイルランニングの青年だって懐中電灯もつけてなくて、何のランプもつけてなくて、で、ザックも背負ってないんですよ。上着も着てないんですよね。普通のトレランの薄い服だけなんですよ。ないじゃないですか。で普通の人たちだから、一瞬そのまま通り過ぎちゃったけど、あれは人間じゃなかったかもって後から思うっていう、ね、そうで、なんかね、その人から聞いたんですけどね、その後もその人いろんなものに会っちゃったりするんですけど、高尾山の中で別の時ですけど、変なものにね、山の中で遭遇したらね、挨拶しちゃいけないんだって。なんかなんで挨拶するとね、取り込まれるというか、うん、そうなんですか。そうだから変なものに変だなって思ったら挨拶しちゃいけないんですって言ってました。その人がよく言ってて、他の人からも見た話聞いたんですけど、高尾山ってね、高尾の水合って言って、まあ、夏ぐらいとかね、なんかなるとね、すごく霧が濃い霧が出ることがある。で早朝とか特にものすごく濃い霧で、すごいいい眺めな、夏なんかだと私見たことあるんですけど、すごい綺麗ですよ。真っ白な濃い霧が出て、周りはもう、まあ、緑の濃い山じゃないですか、うん、そうするとそれがこう薄青緑みたいに霧のせい で全体に光ったみたいになってて、光が回るんですよね、霧のおかげで、うん、はいはい、ですごい綺麗な景色なんですけど、そのノームの中を男が歩いてくる。で、ああこんな朝早くに歩く物好きが僕以外にもいたんだなと思いながら歩いて、前から来るって挨拶するかなと思うじゃないですか。でそれが来て、切り抜けてきて、姿が見えた時に、あこれはダメだと思って目そらして、そのまま通り過ぎ。なんでかって言ったら、真夏だったのにダウンジャケット着てたんです。うわ、山中行くと、あこんにちはって挨拶しますけど、 そう、みんなね、挨拶する。あれが恒例みたいな感じですよね。そう、普通でも、だから変な人間じゃないな、人外だなと思った時は挨拶しちゃいけないんです。わかりました。お父さんお母さんに伝えます。お父さんお母さんいつも登山してて、なんか土日になるとちょっと登山するんですよ。あ、でもすごくいい運動でいいと思いますよ。ちょっと言っときます、ちょっと気をつけてって川名さんのね、はいはい、まあ、5000件以上取材をし、あ、はい、そうですよね、すごい、5000件もすると、調べ物するうちにね、あここ今こうなってるけど、もともとこういうことがあったとこなんだっていうことに気づくみたいな記事を見て、だから例えばその板橋とか品川とか渋谷とか、結構我々の身近なところで、この
何ですか、ご遺体が埋まってかつてはみたいな、そういうとこ結構あるらしいですよ。うんうん、2種類あるんですよ、遺体埋まってるとこって。日本だと、まあ、2種類っていうかもっとあるでしょうけど、簡単にざっくり言うとね、今時だと、あの一つはね、あの第二次大戦の時に空襲や何かがすごく激しかった場所ですね。表参道の辺もそうなんですけどね、あそこはあの山の手大空襲っていうのがあってね、いっぱい人が亡くなったりして、そうするとね、たくさん死体が出ると、それでしかもまだまだ空襲が続いてる時期とか大変じゃないですか。とりあえず埋めたりするんですよ。これね、あの実はね、東北の震災の後もそういうことがあったみたいです。でとりあえず埋めちゃう、で後にそれを掘り起こしてもう一回こうね、ちゃんとあのダビに伏してちゃんとお骨にしたりとかっていうのをやり直す、まず埋葬しちゃうんです。でそういうことはね、まあ大きな災害があった時とかに、まあ、時々行われることで、戦時中も盛んにそれが行われた。ところが戦時中の例えば東京大空襲なんかだと、一家全員亡くなっちゃったり、その区画の人全員死んじゃったりってこととか、あと亡くならなくてもバラバラになって元の土地に戻ってこなくなったり、疎開先からもその家が亡くなって全員死んだよって分かったんで、その子供はまあ個人に入るなり親戚に行くなりしても、東京にあったその家に戻らない、そんなことがよくあった。そうするとね、その遺体って仮埋葬地に埋まってるじゃん、埋まったままになってるかもしれないっていう話なんですね、っていうことがまあある。でこれがまず一つです。でもう一つはよく埋まってる場所っていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、例えばですけど、これ東京じゃないんですけど、あの、由比ヶ浜の辺の、あの砂浜に近いと海浜公園を作る時に、まあ、あの辺掘ってたら、そしたらね、たくさん骨が出てきちゃった。その数がまあ4000体とかすごい数なんですね。でとんでもな数なわけですよ。で何だろうと思ったら、昔のまあ共同墓地だった、大昔の鎌倉、江戸よりもっと前の鎌倉時代とか戦国時代とかの共同埋葬地だったわけです。大きな穴を掘ってみんなご遺体をそこに埋めてた、で日本のこの弔いの作法ってもう時代によって刻々と変わってくるんですね。例えばだから、その鎌倉の辺なんかだと、ある時期はそのまま埋めてたんだけど、ある時は首だけちゃんと供養して体は埋めるとか、今の感覚では意味わかんないと思うじゃないですか。頭だけちょんと切って余計怖いじゃんと思う、ね、でもまあそれが正しいように思われてた時期だってやっぱあったわけですね。でそういうことがあるっていうのを踏まえてって聞くと、変だなっていう階段聞いたことありますよ、鎌倉の辺で。聞きますか。で由比ヶ浜の辺なんですけどね、はい、なんかあのお年寄りの家をね取材して、全然別件で取材をしてたんです。これ町 の, あのお年寄りの聞き書きみたいなね、取材してたらちょっと親しくなって、でまあお茶を飲みに行ったりすると喜んでくださって、おばあさんが。でその町の昔話聞けるから面白いじゃないですか。で近く通りかかった時に、まあ、ちょっと寄ったりとか、そういうことがあった。昔ね、90年代ぐらいですかね。でそしたらそのおばあさんがね、ある時もう この間もすごい雨で、去年はもっと大変だったみたいな話するわけですね。でもうあの庭のね、池がね、あの溢れちゃって、結局新しい池に取り替えたのと、昔は掘った池でいい池があったんだけどねって、で蓮池で綺麗な池じゃないですかって。でもそしたらこれもうこんな水槽みたいなの埋めてるだけなのよ、昔の池は違ったのよって言って、でも昔の池 ね, そのね、なんか溢れちゃった時にいろいろ排水がねおかしくなってるからって直して、で水抜いて全部きれいにしたんだけど、そしたらね、池の底の泥の中から骨が出てきちゃったのよ。それが親子の骨でね、頭がなかったの。それ見たらちょっと腑に落ちてね、この家の人間、その家ね、古い家ね、代々住んでるような、この家の人間ね、みんな夢見るんだ。でその彼女も夢を見たことがある。でその夢ってどうなんかっていうと、その夢の中でね、あの枕元をこの子供たちの行列が歩いていくんですって。でその子供たちにはね、みんな頭がない、首なしの子供たちが行列作ってずっと歩いていく。でなんかあの向こうからこうあの声が聞こえてきて、何々山何々寺の何々に参りまするみたいな声が聞こえてきて、であのどこへ行くのかってそれで答えたりとかっていう、そのやり取りをしてる声が聞こえるんだけど、ここに参加しちゃうといけない。私は何々でとか、どこへ行くんですかとか聞くとダメだっていう話があって、その時声を出したりする、変な風な答えをしたりすると自分もその行列に加わることになるから関わっちゃダメよという話があったっていうんですね。
でそれをまあ彼女はそういう遺体が出てきたんで、ああそういうことかと。で、まあ、最初はねその事件性があるんじゃないかとかね、骨出てくると調べるじゃないですか、うんうん、全然なくてものすごく古い骨だってことが分かったんで、あの夕ヶ浜のと同じことだねっていう、うん、すごい、ね、幽霊の寿命ってないみたいな感じしてきますよね。そうするとね、古い話ですからね、うん、でもなんかきっとでも言い伝えとかそうやって昔話みたいな形で残っちゃってるからあれなのかもね。忘れられちゃったら終わりなのかも。そっか、周りの方が覚えてますもんね、うん、お話になって書き留められたりするとみんなが覚えてるから。ああそうだ、うん、確かに自分の思いを誰か届けてくれるみたいな感じですね。すごいなんか周りの人が伝えてくれるみたいな、うんね、今みたいにブログとかツイッターとかなんか、うん、あ確かにもう言葉だけで、うん、語りそうね。あでも結構ねそういう古い家だと古文書みたいなね、日記みたいなのがね、うん、なんだかんだで書いてあったり、 あとその檀家になってるあのお寺とかねなんかにそういう文書残ってたり、そういうのはあるみたいですよ。うん、いやめちゃくちゃ面白いですね。ねえ、なんか確かに怪談話お願いしますってこの回言ってないですね。あ言わずにずっと喋ってもらってる。大体階段ですごくないですか。今考えたんですけど構成されてる言ってないですよね多分私今日。なんか普通にトークしててそう気づいたらなってる。いやでもねだからうちの夫に嫌がられるんですね。いやめっちゃすごい聞いちゃうもんずっと聞きたくて。だいたい何かからでも何でも階段を連想しちゃうみたいなありますよね。あ、まあ、いっぱい聞いてるからじゃないですかきっとインタビューとかで。えなんか一個聞きたいんですけど、ええ私アイドルだったんですけど、はい、なんかアイドルとかでちょっと怪談話ってありますか。アイドル系のとかで。アイドルありますねありましたね。 あるねあるある。知りたいです。ある川西さん。しかも1個じゃないかも。え書きづらいから書いてない話もあるし、要するにまだ活動されてる方なんかだと書けないじゃないですか。関係者がいたりするとね。確かに、うんうんうん。で、私のところにどっかから資格が送られてきても困るからね書けない。それはダメです。それはダメなんですけど、もうとっくに辞めちゃった方とかで、うん、若い頃グラビアアイドルをされてた方で、うん、もう今はねもう、うん、30代40近いのかな、うん、でもうとっくにもう辞めちゃってんですよ。もう10年以上前に辞めちゃって、うん、で若い頃やってた方での会談みたいのあります。これは八王子の方だったんですけどね。で、まあ、アイドルさん駆け出しのアイドルさんでグラビアアイドルさんでね雑誌に出たりとかしたりいろいろしてたらしいんですけど、まあ、なかなかお金にならないんでね。でそうなんですか。いや私その辺あんまり詳しくないんですけど、あなかなかそれだけで食べていくの大変なわけですよ。かといってフルタイムで働くわけにもいかない。でバイトもたくさん入れるのもむずいんですよ。です、ね、どうしたらいいのっていうことになるじゃないですか。まあそれで八王子で遠いんですよ。八王子だってね、うん、駅前ならともかくですよ。その人の家ってね高尾山に近い方でね山の方です。どうすんのって話。でもねでも背に腹は変えられないからそこに住んでるわけですよ。で家族の運転係みたいのしたり近所でバイトしたりしながらなんとかやってるわけですね。うそういう時期があった。で妹さんがいました。でその妹さん高校生だったんですけど地元の。これがまた不良まあねあるあるですね。で兄弟2人なんですけどね妹不良です。ヤンキーになっちゃった。でヤンキーになった妹もう学校あっても家になかなか帰ってこない、はい、で帰ってこないんだけどちょっと可愛いとこがあって帰りたくなるとお姉ちゃんに電話かけてきたりして、うん、迎えに来てって、うん、でどうせ暇でしょって憎たらしいんですけどね、うん、それで暇してんでしょって。でそれでまあ迎えに行くということがありました。である時まあ、そんなに遅くない夜9時ぐらいですかね妹がまた、ね、迎えに来いって言うんですよ、うん、行ってくるって言って親に言って家の車で迎えに行く。でそうすると迎えに行くとね、まあ、あの辺ね五稜玉五稜って昔言ったんですけど今はね武蔵陵墓地っていうね皇室の墓地があるんですね。で皇室の墓地の横とかをまあ通っていく。朝川南朝川って川があって高架があってそこの下くぐってその五稜の、ね、横通って道ずっと行く。で先の方に行くとねなんか団地っていうか住宅街がある。そっちで妹がヤンキー仲間となんかこうだべってたら帰りたくなったって話なんです。でこう、まあ、道はそんな難しくないんです。でこうずっと行くところがね途中からねおかしなことなんですよ。途中からねなんか街灯が減ってきて暗くなってきてあれあれと思ううちに舗装が切れちゃうんですよ。あれ土の道だおかしいな山道みたいと思ってるうちに坂道になってくるんですよ。えどこ行っちゃうのおかしいおかしい。でナビとかだと正しい道のはずなの。
ところが明らかにおかしい、うわうわと思ってるうちにもう道はどんどん細い一本道になる、上り坂急になる、周りは山です、あこれはダメだ変だなと思ったら、そんなもん本当は実在しないんですけど、八王子城跡って書いた看板が立ってたんですって。それでと思って、え絶対変だこんな、八王子城跡の方なんて向かってないし、そもそも八王子城跡そんな看板そんなないし、でうわーと思って怖かったんだけど、とにかく200メーターぐらいバックして、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいって言いながらわーっと車バックして、お尻から太い車道にポンって出て、危ねえじゃないかビューンって鳴らされながら、でもこれで元の道にまあ戻れた。で戻れて妹を迎えに来ました。妹は待ってて、で妹乗せました。で乗せてから、さっきさこんなことあってさって話したんです。その辺住宅街です。そしたら話し始めたら、目の前をヒュッと変なものが横切った、車の前を。その車の前を横切ったものっていうのが、毛のない犬のようなもんなんですよ。犬かなって思うような中型犬みたいな、毛のない小型犬か中型犬か、毛のない生き物です。肌色なので、顔が人間でした。人間の顔をした人面犬みたいなのがヒュッと前を横切っていったんですって。っていうそれだけなんですけどね。何だった、謎しか残らない、めっちゃ。そうでも分かんないんだけど、どっかからまあ化かされたというか、ああそういうこと、ね、やっぱ異界にさ迷い込んで、まあ、戻ってこれたんでしょうけど、何かの名残がその変な生き物に現れてるのかなって思うっていう。なんか千と千尋みたいな入り方ですね。そうですね。なんか分かんない道に行ったらいつの間にかそこに行っててみたいな。そうそうそう。でもね、案外とそういうね、なんか道に迷い込んだ系は多いですよね。いろんな地方の知ってますよ。何それ。群馬のもあったし。何ですか？群馬のとかすごかった。5、6人ぐらいで車乗ってみんなで行って、なんか室町時代みたいなところに迷い込んじゃう話とか。すごい。そう。楽しい。面白い。面白いけど帰ってこれなくなったらどうするんだみたいな話だけど、そうそうそう、戦国自衛隊みたいなことになっちゃう昔の懐かしいけど、いやでも本当、本当になんかタイムスリップみたいな話は時々聞きますね。ちょっとでもタイムスリップ系面白いな、ね、あと UFO みたいな話とかありますよね。なんすか階段って言っても、うん、あの階段っていうといわゆる幽霊出るのかなとかって想像する人が多いと思うんですけど、結局怪しい話とか不思議な話とか、怖くなくてもあの合理的な説明がつかない話だったら何でもいいですよお聞かせくださいって言って募集してると、 UFO とか宇宙人みたいな話がたまに。確かにうちのお母さんも UFO 見たことあります。あそうなんだ。えどんな UFO？ UFO なんかうちの家の小倉駅って、私北九州 の小倉ら辺に住んでて、近くにだから小倉駅の前にあのモノレールが走ってて、うんうん、こっち側に今何かがそごうとかちょっと、イオンみたいなちょっと商業施設みたいなもうなんか大きい施設があって、お母さんがでも UFO とかテレビ見ながら二人喋って、私見たことないのよねって言ったら、お母さんえこの間見たよって言われて、そんな普通に見てるわけないじゃんって、あ私は時々見るみたいな、マジ普通のテンションで言われて、どんなんよって言われて、え書くねっつって書いてくれた。私これ結構 2,3 年前ぐらいにインスタに載っけたんですけど、本当にちょっと円盤型で、うん、これこれこれっつって、ここのここのね建物ねこの間のところにねこれがいてねみたいな、こんな風に飛んでた、あ UFO だって見てるうちにいなくなってどっか行ったんだよねとか言うから、うちの家系そういうことあったと思って、あったんだ、びっくりして。お父さんは何も感じないし妹も感じないし、お母さんも霊感とかはないんですけど、でも UFO と霊感関係そうないんですかね。いやないと思うんだけど、分かんないけど、でも UFO は私全然見るよとか言ってたから、全然見るものなのって思って、全然見るんだそうと思いました。そうそう全然見るよとか言ってね、みたいな。そんな時、そう私もここ 2,3 年で初めて知ったお母さんの新しいところで、あそうか、もうまとめやば、今日も全然台本めくってないじゃんやばいじゃん。確かに、え今日もたくさんめちゃくちゃエピソード話してもらって最高でした。ありがとうございました。いっぱい聞かさせていただきましたね。どうでしたか川野さん。いや面白かった。良かった、嬉しい。面白かった。またお会いしていただけるとよろしくお願いします。めちゃくちゃ幸せでした。私もたくさん聞きたい。なんかいろんな、なんかトピックとかで分けたいですよね。今日何々編、うん、今日何々編みたいな感じで、うん、私全然ないけど聞くだけなんですけど、聞いて嬉しいだけなんですけど私。
どうしよう今日の総括。あっという間に。あっという間だった。私聞いてばっかりだったんで、ちゃんと次回は聞くだけじゃなくて仕事します、ちゃんと。MC としての仕事いっぱいします、すいませんでしたって言ってきます。はいはいしか聞いてなかったんで、ちゃんと喋ります。久々の女子トーク。あ、そうだ、あ、うん、そうだ、そうですね、女性の方が最近はもう来られてなかったですよね、うん、男性が多くて。そうだ、だからちょっと2ヶ月とか2ヶ月も空いてないからちょっと空いたので、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。こんなんでよければ。いや、全然ぜひよろしくお願いします。ほぼほぼお化けになってると思うんですけど、そんなことない。またぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それでは最後にお祓いをいたしましょう。いつもありがとうございます。今日もありがとうございましたと一緒によろしくお願いします。せーの、今日もありがとうございました。よろしくお願いします。よし、ありがとうございます。よし、それではまた次回の恋する会でお会いしましょう。ライブ皆さん見てください。またねー。